ネギです。本当体調がすりません、いつものゆでも卵がもう全然食べたくないので、トーストを食べようと思いましたけども、それも冷凍かけた瞬間、パン見た瞬間に嫌気がさしました。朝ヨーグルトだけ食べれたのでなんとか持ってますけどね、かなり体力が消耗します。やばい状況やね。まあでもまだ YouTube はできるので元気でやっていきたいと思います。まだ死ぬほどしんどいわけじゃないから大丈夫かな。ちょっと綺麗に癒してくれたらいいんやけどね、なかなか思うようにきませんね。ちょうど体のバランスに悩んでるナギです。1曲目は頑張ってビーズにトライしようと思います。ビーズで一部とでもいきたいと思います。いえ、ナギです、ナギです。一部とでも頑張ってみます。あなたは私のほんの一部しか知らない。勝ち誇るように笑われてもそれほど嫌じゃないよ。生まれてくる前聞いたようなその深い声、それだけで人生のおかずになれるくらいです。すべて知るのはよくて無理なのに、僕らはどうしてあくまで何でも征服したがる完璧を追い求め、愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに。もしもそれが君のほんの一部だとしても、何よりも確実にはっきり好きなところなんだ。困った時少し眉毛を曲げてみせたり、抱き寄せるとほっとするような柔らかさだったり、すべて掴んだつもりになればまた気づくだろう。本当にいるのは有無を言わせない圧倒的な手触り、愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに。君にしかわからないこと、僕だけが見ていること、どれも本当のこと、全てが何かの一部ってことに僕らは気づかない。愛しい訳を見つけたとならもう失わないで、愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに、それだけでいいのに。やっぱり流量高いですね。本格的なキルやるのは結構辛いです。途中から下ろしてしまいました。ビーズで一部と全部、ナギでした。See you. また遊びに来てね。